け。A 組が勝ったらお前うちから出てくる。アニクアトー受け自分の実力以上のことをやり遂げようとして、そのために倒れていく人を私は愛する。ニーチェ。何これ。優しい扱いじゃ物足りないよ。あの子にしてるみたいにきつく抱いてほしい。ゴード君、どういうことよこれ。どういうことよ。どういうことなのあれ。ちゃんと説明して。まさか、まさかあのことを忘れたわけじゃないでしょうね。直樹、関係ない。関係あるわよ。私とあなたは関係ないって言ってるから。ちょっ待ちなさいよ直樹。直樹男、こういうことやね。男、どういうこと。外で話しかけるなんて言ったろ。ごめん、だけど私も何が何だか。いい加減にしろよ。兄ちゃんたら。俺が預かる。預かるなんてやね。欲しいんだったら欲しいってすぐに言えばいいのに。バカなこと言ってるな。お兄ちゃんたらてってんよっさん。よってるよ。バンク、家中がバカになったらどうしてくれるんだよ。何よ。バカは友を呼ぶ。あれだよ。大丈夫なやろな。何が何がって、お前あんな男の一つ屋根の下だよ。お前いいわねー、ことこちゃん。お友達がいっぱいいて。うちのお兄ちゃんもたまにはお友達連れてくればいいのにね。その時期に遊びに来る受験生なんて美人の足組だけだよ。余計なこと言わないのに。バカ濡れたがる。ちょ、ゆうき。ごめんなさいね。あの、どうぞごめん。どうぞ。
何あれ。入江くんの弟でゆきくん。チビのくせに超ムカつく。ほんまや、兄貴が兄貴なら弟も弟や。ことこ、まあ、ほんまこんなとこおったらな。チャンスじゃない。一つ屋根の下で迫り放題みたいな、もうぐいぐいどんどん行っちゃえ。ことこ、アホ。ことこ、ええか、あいつが迫ってきたらすぐ言えよ。俺が助けたるからな。やだ近所、入江くんがそんなことするはずないじゃない。もうあいつも一応男やからな。いつ狼になるか。バカ独特の発想だな。お前いちいちバカバカでない。本当にバカなんだからしょうがないと。ごまかし。男が世界でたった一人の女になったって、お兄ちゃんが好きになるはずないから安心しろ。当たるかも。キジャ。男はいつ出て行ってもいいんだぞ。いればいるだけ迷惑なんだ。ガッ、ほんまのバカつきだけ。父ちゃん、うん、私たちいつまでここにいるの？え、私たち本当にこのままここでお世話になってていいのかな。そうか、やっぱり言いづらいか。そりゃ赤の他人のうちだし、同い年の、しかもお前よりうんと出来のいい男の子が一緒じゃな。いや、お父ちゃんもうちを探しちゃいるんだよ。だけどなかなかいい物件がなくてな。それにまっちゃんがあんなに喜んでくれて、お前にもよくしてくれてるだろう。うん、なんかな、言い出しにくくてな。いや、見つかった時はその時はちゃんとな。いや、悪いんだけどな、お父ちゃん結構嬉しいんだよ。また学生時代の友達と一緒に暮らせるなんて、こんなこと長い人生の中でもなかなかあるもんじゃないしな。そうだよね。分かってくれるか。うん、私も一緒に一度のチャンス、あ、経験だからさ。入江くんは、うん、じゃなくて、ほら、お家の人によく思ってもらえるように頑張る。うん、ちょっとごとこ、ほんと来てよ。あれ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 、なにこれ。あね、あなた。え、あんなことまでして直樹に振り向いてほしいの？私はそんな。お前がやらせたのか？違う、私は何も。バカにしちゃよくやってくれるよ。聞いて入江くん、私はもういい。あ、本当だよ、私は本当に何も知らなくて。どうせお前のことなんか初めから信用してなかったから。入江くん、まずいよ。俺以上男侮辱したら俺にしたぞ。何すんだよ金ちゃん。全く理解できないな、 F 組の行動は。何やって？そんな奴のことでよく熱くなれる。何やと？いつかこんな暴力事件を起こすんじゃないかと思ってました。 F 組は暴力事件ってそんなオーバーな。
あれはですね、クラスメートを思うあまりの行動でありまして、我が F 組は今と決めたらしい友情に暴力を認めるっておっしゃるんですか。いや、まあまあまあ、まあ、生徒が生徒なら担任も担任だわ。なんでして、だから冷静にあの穏便に、だいたい原因は F 組のあの相原琴子だっていうじゃありませんか。それが何だ。絶対相原が悪いわけじゃないでしょ。市長には何を考えてんだか理解に苦しみますわ。いや、だから落ち着きましょうよ。だからもうちょっとあの距離を、音楽なら親も親です。あれ、風がない。風、うん、あ、そうだ、まっちゃん、俺と琴子のことなんだけど、今うち探してて。ねえ、ね、直樹と琴子ちゃんが結婚したらさ、私たちずっと親類でいられるじゃない。二世代同居なんて。いや、それはいくらなんでも気が早すぎやし、ね、分かんないわよ。だってさ、恋する年頃の二人が同じ屋根の下に住んでれば。まっちゃんって時々俺の理解を超えたこと言い出すな。オッケーオッケー。オッケー。うん。行ってらっしゃい。琴子、ごめん、私たちつい。入江に説明してくるよ、琴子のせいじゃないって。いいの、もう。だって仕方ないよ、私本当に入江君に嫌われてたの。琴子、いいんだってば。ね、気にしないで。やっぱり暴力というのは良くないんだな。いいんだよ、ちょっと危ない。いいから、ちょっと聞いてくれ。いいか、今度こそお前たちの真価が問われる時が来た。校内駅伝だ。いいか、この校内駅伝では絶対に我々3年 F 組が1位をいただく。打倒 A 組、打倒 A 組、おじく、打倒。任しといてくれ、A 組なんかいてこましてる。よく言った、中村金之助。よし、その息走るぞ。足を上げろ、腕を振れ、もっと高く。ほらほら。なんかどう、一緒に駅伝出えへんか。そういう気になれない。言っちゃなんだけど、ことこ走んのとろいし。ほとんど俺な、ことから助け受け取ったらパワー100倍やねん。泣かせるね、金ちゃん。報われないけどね。ごめん、金ちゃん。二人であの入江に勝つんや。入江くん、あんなやつ俺が任せたる。見たいな、入江くんが走るとこ。校内駅伝、いいじゃない、熱血してて。ね、お兄ちゃんも出るんでしょ。絶対出なさいよ。うん、私も入江くんが走るとこ見たい。そうよね。え、琴子ちゃんがさ、お兄ちゃんにこうパーって助け渡すとこ見たいわ。まあまあ、クラスが違うのに助け渡せるわけないじゃないか。あ、そっか。そうだよ。残念ね。え、じゃあお兄ちゃんと琴子ちゃんの対決ね。わあ、どっちを演習かな。くだらない、ごちそうさま。もうつまんない子ね、お兄ちゃんから。ごちそうさまでした、入江くん。あの、今日はごめんなさい。金ちゃんもちゃんと反省してて、あの、本当は優しいとこもあるし、ただあの時は。どうでもいいよ、そんなこと。あ、ちょっと待って待って待って、あの、私たち校内駅伝に出て頑張って走って、ちょっとは F 組のこと見直してもらおうと思ってて、金ちゃんなんかもうすっごく燃えちゃってて、だから入江君も出て本気で走ってほしいの。熱血ごっこはな、自分たちだけでやれ。何それ。くだらないことに俺を巻き込むな。くだらない、くだらないって。じゃあ入江君にとってくだらなくないことって何なの。おかしいよ入江君。そりゃ入江君は天才で勉強もスポーツも何だってできるけど、できない人間が一生懸命になってるのバカにして、それで楽しい、そんなので満足。いいよ、入江君が出場しなくたって、全力出して走らなくたって、あたしたちは頑張るよ。F 組負けて悔しがんないでよね。どうしよう、すっごいこと言っちゃったよ私。
が熱血してる。俺の気持ちにやっと答える気になったよ、子供。走り方までバカ。何よ、見てなさい、勝つのは私たちなんだから。せっかく乗って気持ちいいよ。入江くんも走ればいいのに。相変わらず無駄な努力してるな。そんなことない。だって努力に無駄なんてないよ。たかが校内駅伝でもそこで負けちゃっても頑張った思い出は残るもん。頑張った自分を好きになれるもん。あたし入江くんのおかげで中間テスト100番になれたけど、100番に入ったことより入江君について頑張れたことの方が嬉しかった。だからさ、入江君、お前汗臭い。え、嘘、汗臭いけど、やだ、どうしよう。あ、ちょっと臭い、ごめんなさい。やだ、もう初めて言葉が。照れてんのよ、お兄ちゃんったら。そうですか。本当はね、風邪ひくぞとかって言いたいのよ。そうですか。いや、いいなあ、そういう恋する時代って。それが本当だったら、ほのかに入江くんのに。その学校、うん、いや、おじさんね、こう見えても学生時代陸上部のスター選手よ。今日からことこちゃんのコーチ。でもいいからいいから、遠慮しないで。でもおじさん、ほら忙しいのに。いいのいいの、この人コーチしたいのよ。ほら、お兄ちゃんたら何でも自分でできちゃう人でしょ。ことこちゃん、この人にコーチさせてあげて。あ、それならぜひ。じゃあもう一っ走り、おじさんにことこちゃんの走りを見せてもらうかな。よし、じゃあレッツゴー。よし、はい、ワクシメで行ってみよう。ワクシメで、ファイトファイト。ことこちゃんの場合はね、フォームのバランスが問題だから、こう腕をちゃんと体につけて振り切る。振り切る。ことこ、そんなに体を上下させちゃダメだ。大腸蹴って、大腸蹴ってね。ねえ、ことこちゃん、ことこちゃん、あれ呼吸法。呼吸法、そうだ。はい。男金が一重に蔓延しちゃった。はい、もう一回。そう、頑張るぞ。
コトコ、えらい失敗や。仮面僕やぞ。姿勢がピッカピカしてる走り方でしょ。あ、入江くんも私のこと都南学園のあれもりゆうこなんて呼んでくる。ありもりゆうこ、うん、これで優勝は F 組がいただきだからね。うん、俺もそう思う。あ、ちょっと入江くん、ちょっと話があるの。来て。何やことか。金ちゃん邪魔しないで先帰ってて。ね、来てよ、ちょっと。おい、触んなよ、汗臭いんだよ。ねえ、まだ走らないつもりなの？入江くん抜きの組なんて勝ったってつまんないもん。つまんない。またその話かよ。ねえ、こうしない？賭けをするの。入江くんが走る A 組と F 組とどっちが勝つかね。あ、ね、待って待って、負けた方が勝った方の言うこと一つだけ何でも聞くの。どう？あ、怖いんでしょ。勝てないと思ってるんだ。なんだ、入江くんにしてもらうこといっぱいあるのにな。案外自信ないんだね、天才も。乗るよ、その賭け。本当？やったー！出てけ。え？ A 組が勝ったらお前うちから出てけ。やだ。賭けは成立だ。頑張れよ、有森ちゃん。3杯目だ。ちょっと遠慮しろよ。いいじゃないの、しげさん。練習してるんだから。コトコちゃん偉いわよね。ほんとよく続くわ。おばさん感心しちゃったわ。それに比べてうちのお兄ちゃんと。でもほら、ゆりえくんは練習なんかしなくても、うん、つまんないわよ。高校生なのに熱血してないなんて。あたしたちの時代はね、しげさん、ゆりちゃんと高校の駅伝出たっけ。俺のせいでビリだったけど。だってあの時しげちゃん熱は出てたのに、それ隠してね、うん、ゴール直前で倒れちゃって、うん、今思い出しても泣けちゃうな。男らしい。いやいや、でも、うん、ねえねえ、子供ちゃん、明日おばさんさ、応援に行くか。あ、すいません。あ、お父ちゃんも明日店休みだから見に行くわ。やだ、いいよ、お父ちゃん。あんだけ練習したんじゃないか、見に行くよ、ちゃんと。照れない照れない、子供ちゃん。おじさんも応援するから頑張ってね。はい、頑張っちゃいます。いやだやだ、楽器ばっかり。行ってきます。いらっしゃい、いってらっしゃい。ごちそうさま。行ってきます。ごちそうさまでした。行ってきます。はい、いってらっしゃい。バスケの練習？ああ、このボールお兄ちゃんにもらったんだ。去年お兄ちゃんが全国大会に出た時のボールなんだからな。入江くんの、これ入江くんの使ってたボールなんだ。やめろ、触るな、ことこ。ちょっとだけ、後でちゃんと返すから。やめろってば、返せよ。危ない。バカ、気をつけろ。コトコ、大丈夫？ユキ君、怪我なかった？うん。よかった。ボールも無事だね。僕のせいじゃない。僕のせいじゃない。ゆうきくん、いないいない。
地を取って仕方ないんじゃない。こんなことでしか能力発揮できないんだから。ほんと最低。みんな何やってんの。こっちいらっしゃい。いいこと。駅伝なんかで熱くならないでね。あなた方には一流大学を突破するための勉強があるんだから。本当だ。こんなくだらないことでせっかくの道を潰さないでほしいな。運動不足解消のためだと思えばいいだろう。だめ、しっかだね。どうしたの。うん、なんでもないよ。頑張ってよ、コトコ。勝ったらチョコパフェ、おごっちゃう。各組の第一走者はスタート地点に集合。その他の走者は各中継線に移動。おい、見とれ俺の走りよ。生チロ A 組なんかには負けへんぞ。まあ、コトコ。なんやそれ、戻りきれんかい。待ってなさい、私の走りを見せてあげるから。結果が楽しみだな。頑張ってね。あ、来た。本気で走るつもりじゃないでしょうね。しばらくしたら実力テストよ。それにバスケの全国大会も。高校最後の試合なのよ。分かってるよ。こんなつまらないことで力使ってもしょうがないでしょ。聞いてるの、直樹。聞いてるよ。あんな練習したんだからきっと大丈夫。そうよね、すごい練習してたもんね。来る。コトコちゃん、サコリ。どうした、ゆいくん。おじさん、僕。うん、どうした。
たか？大丈夫か？なんか足を。やめて父ちゃん。無理すんな、無理すんな。走らなきゃいけない。最後まで走らなきゃいけないの。よし、分かった。お父ちゃんも走るからな。頑張れ。頑張れ。子供頑張れ。頑張れ、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 頑張れ。大丈夫だ。よし、よし。プレー、プレー、ゴトンゴ。来た。忘れないでよ。車取りに行ってるから、ちょっ、ことこちゃん見たいの、私入江くんがゴールするとこ見たいんです。ことこちゃん、あ、ね、だってことこちゃん、待って、止めても無駄だよ。ああいうとこさすがしげさんの娘ね。いや
入江君ね。担任としても鼻が高いわ。お疲れ様でした。入江君、一生懸命走ったのかな。見たかったな、選手の入江君。おめでとう。また負けちゃった。やっぱり天才にはかなわないや。お前本当バカだな。ごめん、あ、私降りる。ねえ、歩けるかよ。ねえ、ねえ、降ろして。ごめんなさい。入江君の背中、あったかいね。ずっとこうしてたんよ。一生忘れない、何があっても。入江君、いっぱい迷惑かけちゃってごめんね。約束通り出て行きます。今までいろいろありがとう。じゃあ。おい、お前が頑張ったことは認めてやるよ。じゃあな。入江君。なんだよ。もっと頑張ったらもっと認めてくれる。今はバカにされたって嫌われてたって
頑張ってればいつかは見直してくれるよね。それまでここにいたい。ここで頑張りたいの。何言ってんの。お願い、今回だけは見逃して。お前さ、約束します。今度から絶対ちゃんと約束守るから、ね、お願い。出て行けって言わなかったよね。今いてもいいんだよね。ありがとう、入江くん。僕はいわゆる両親の呵責というものを初めて味わった。それもことこのせいだ。やっぱりあいつは疫病神なんだ。なぜならお兄ちゃんは。あなたのせいで直樹は高校最後の試合に出られなくなったんだから。やっぱり私が申し上げた通りになったじゃありませんか。入江君抜きのバスケットボールなんて予選落ちですよ。どうするんですか。相原のせいです。 F 組のあの相原ことこのせいですからね。そんな、どうしよう。私のせいで入江君が。なってしまうの。直樹最近変よ。あのことこって子家に来てから。お前入江家にどれだけ迷惑かけるんだ。そんなの嘘よ。私取ってないもん、お金なんて。そうか、あれお兄ちゃんからもらった大切なボールなんだからな。かけがえのないあなたの、かけがえのない人になってゆきたい。なんだお前。